マドカ、いいから作ってやれ。トーストとハムエッグとコーヒー、全部ブラックで。冗談だ、京一郎。マドカも今日はねぎらってやれ。こいつも面倒な仕事を終えたばかりだからな。旦那がそう言うなら、まあ。それで、教授たちはその後どうしたんだって？もうあの連中とはつるまないのかな？それも美津子の情報か？あのメガネ、またお前を目の敵にするかもな。あの探偵がうろうろし始めたから逃げられたとかって。それで今日美津子のところに報告に行くのか？金は受け取り次第全額持ってここに来いよ。なあ、美津子によろしくな。お疲れ様でした。ビルの中で教授がやっていたことの写真はないのですね。この薬瓶の中身は何ですか？どちらかといえば、警察が喜びそうな証拠ですね。内緒です。でも警察は大体のことは知ってると思いますよ。まあしていることはかなり真っ黒なことですが、私たちが請け負ったのはあくまで浮気調査ですから。奥さんには口止め料を水増ししておきますから、京一郎君にもボーナスが加算されますよ。お金はお金ですからもらっちゃってください。危険な目にもあったわけじゃないですか。
それは京一郎さんにはお願いしないと思います。お疲れ様でした。京一郎さん。屋上にいました。私の記憶について考えていたんです。ここに来てからのことと記憶が戻ってからのことをたくさん考えました。1ヶ月経って記憶が戻らなければ私はどうなりますか？思い出しますから。だから もし思い出せないようなことがあったらごめんなさい。勇気が足りません。Thank you.
の。きっと次回もキリキリ舞い。はいはいはい、みんな元気？今日も元気なキリちゃんだよ。浮気調査でおじさん追跡お疲れ様。尾行調査とストーカーって紙一重って感じ？気になるあの人のストーカーになっちゃダメですよ。第4話が終了してるってことは誰かに首ったけって感じかにゃ。さてさて、次回のお話はこの物語の愛の禁じと最終話だよ。京一郎さんが変なことに巻き込まれてからそろそろ1ヶ月くらいかな。そろそろ約束の日が近づいてきます。長いようで短かった約束の時を京一郎さんはどんな気持ちで迎えるのかしら。ねね、ここまでの依頼の順番で最終話が変化するのは聞いているでしょ。次回の最終話で解き明かされる謎と仲良くなれる人は決まってます。それでね、今なら最終話で仲良くなれる人を教えてあげられるんだけど、聞きたい？リボンで髪を留めているあの人です。私もリボンで髪を留めてるけど、え、ここって私のルートじゃないの？じゃああの人に決定だにゃ。それじゃあ最終話に進む準備はできた？オッケー、それじゃあ行ってみよう。